カロライナ・パンサーズ、カロライナ・パンサーズ、略称、カーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本拠地を置く NFL チーム、NFC 南地区に所属している。1995年にジャクソンビル・ジャガーズと共にリーグに加盟。当時は NFC 西地区。1987年に NBA のエキスパンションチームとして、 シャーロット・ホーネッツの加入が決定されてから、ボルチモア・コルツの元選手であったジェリー・リチャードソンは、NFL のエキスパンション地位を、自身の出身地であるノースカロライナに作ろうと、奔走した。彼は7万人以上を収容することができる、スタジアムをシャーロットに建設することを発表、地元の期待は高まった。ノースカロライナ州、サウスカロライナ州の知事、ジェシー・ヘルムズ、 アーネスト・ホリングスら連邦議員の指示も取り付けた。1989年、1990年、1991年に開催されたプレシーズンゲームのチケットはソールドアウトされた。1991年にはノースカロライナ州ローリーにワールドリーグのローリー・ダーラム・スカイホースが結成されたが1年で解散した。1992年に NFL は エキスパンションチームの候補地がメリーランド州ボルチモア、ミズーリ州セントルイス、テネシー州メンフィス、フロリダ州ジャクソンビル、そしてシャーロットであると発表した。1993年10月26日に開かれたオーナー会議でカロライナとジャクソンビルを1976年以来となるエキスパンションチームとすると満場一致で決定したと発表した。地元は この決定を花火を上げて歓迎した。競争に敗れたセントルイスとボルチモアもすぐにチームを迎えることとなった。ロサンゼルスラムズが1995年にセントルイスに移転してセントルイスラムズに1996年にはクリーブランド・ブラウンズがブラウンズの名称に愛着を持つクリーブランド市民の声もあり、ボルチモア・レイブンズとなって設立された。 1995年にピッツバーグスティーラーズのディフェンスコーディネーターであったドム・ケーパーズがヘッドコーチとして迎えられた。他球団からプロテクトを受けなかった選手をエキスパンションドラフトで指名したがその中の一人アトランタ・ファルコンズから移籍したビル・ゴールドバーグがチームから最初に解雇された戦となった。彼はその後 WCW、w w, WWE Q, WW、Q、WWF で プロレスラーとして活躍することとなる。1995年のドラフト一巡目でチームはペンシルベニア州立大学のキュービー・ケリー・コリンズを指名した。パンサーズとジャクソンビル・ジャガーズは1976年に加入したタンパベイ・バッカニャーズ、シアトル・シー・ホークスの時代と異なり、フリーエージェントの影響もありチーム創設の困難さは小さものとなった。チームは WR のドン・ビービー、LB のサム・ミルズ、PK のジョン・ケイジーを獲得した。チーム初のゲームは1995年7月29日に、ジャガーズとの間で行われた、プレシーズンゲームデリ20から14で勝利を挙げた。最初のシーズンはスタジアムが建設中だったため、ホームゲームをクレムゾン大学のメモリアルスタジアムで行った。これは、 サウスカロライナ州を本拠地とした初の北米4大プロスポーツリーグ MLB、NFL、NBA、NHL のチームとなった。第一週に行われたアトランタファルコンズ戦では13から3とリードしたものの0から23で敗れた。また地元開幕戦となったセントルイスラムズ戦では10から31と敗れている。開幕から5連敗した後十月十五日の ニューヨークジェッツ戦で初勝利を挙げた。この試合でサム・ミルズは31ヤードのインターセプトタッチダウンを挙げている。この試合から4連勝を挙げて前年スーパーボールチャンピオンのサンフランシスコ、フォーズを破る狂わせも演じて7勝9敗でシーズンを終えた。1996年のドラフトでは2巡目にムーシン・モハメドを獲得。 また、クォーターバックのスティーブ・バーライン、タイトエンドのウェズリー・ウォールズ、ラインバッカーのケビン・グリーンを補強した。チームは、創設2年目ながら7連勝を挙げるなど12勝4敗で、NFC 西部地区優勝を果たした。ディビジョナルプレイオフで、ダラスカウボーイズを26から17で破ったが、この年のスーパーボールを制覇する、グリーンウェイ・パッカーズに、 NFC チャンピオンシップゲームで13から30で敗れた。同じ創設2年目のジャクソンビル・ジャガーズもプレーオフに進出したが、AFC チャンピオンシップゲームでニューイングランド・ペートリオッツに敗れている。スーパーボールに進出こそならなかったもののチームからは、プロボールに8人の選手が選ばれた。 1997年ファンはチームを期待したが2勝4敗のスタートとなるなど期待を裏切った。フィールド外でもトラブル続きでスター QB だったケディ・コリンズもアルコール依存症にかかり、チームメイトムーシン・モハメドなどに対する人種差別的な発言をしてトラブルメーカーとなったため、1998年のシーズン終了後チームは彼との契約を切った。 1999年には、1997年のドラフト一巡目で指名されたレイカルースが妊娠したガールフレンドを暴殺して逮捕されるといったことが起きた。また、2000年4月には ASRB だったフレッド・レーンが妻からドメスティックバイオレンスで訴えられたためコルツに放出している。1998年を4勝12敗で終えると、チームは、 ヘッドコーチのケーパーズを解雇し、サンフランシスコフォーティナイナーズで、スーパーボールを二度制覇したジョージ・シーファートを公認に、迎えた。1999年は8勝8敗で、タイブレークの末、惜しいところで、プレーオフ進出を逃した。2年目の2000年は7勝9敗で終えた。シーファート3年目のシーズンは、悲惨なものとなった。ベテラン QB のバーラインが解雇され、 ジェフ・ルイスに期待が持たれた。しかしルイスはプレシーズンゲームで十分なパフォーマンスを見せることなく解雇され、チームは新人のクリス・ウィンキに託されることとなった。ウィンキはフロリダ州立大学を全米チャンピオンとし、ハイズマントロフィーを受賞していたが NFL で活躍するには経験不十分だった。チームは開幕戦こそドラフト三巡で獲得したスティーブ・スミスが キックオフリターンタッチダウンを上げる活躍を見せ、ミネソタバイキングスに勝ったが、その後 NFL1 シーズンのワーストとな15連敗を喫してしまった。シーズン終了後シーファーとは即座に解雇された。しかしこの年のドラフトで獲得した選手には、その後、プロボールやオールプロに選出されるダンボーガン、クリス・ジェンキンス、スティーブ・スミスなどが獲得されていた。 スティーブ・スパリアーやトニー・ダンジー、ゲンコルツヘッドコーチに断られた後、チームはニューヨーク・ジャイアンツのディフェンスコーディネーター、ジョン・フォックスをヘッドコーチとして迎えた。彼はディフェンスを改善することを考え、ドラフトでノースカロライナ大学のディフェンスエンド、ジュリアス・ペッパーズを指名した。この年のドラフトでは、ラインバッカーのウィル・ウィザー・スプーン、デション・ホスターも加入した。ペッパーズ、マイ・クラッカー、 ブレントソン・バックナー、クリス・ジェンキンスのディフェンスラインは優れたユニットであると指揮者から捉えられ、セカンダリーにはマイク・ミンターが座った。ウィザースプーンとマーク・フィールズがラインバッカー陣を統率しチームは7勝9敗、ラッシングディフェンスはリーグ2位となった。翌2003年はオフェンスの補強が図られてニューオーリンズ・セインツの控え QB だった、ジェイク・デローム。 ワシントン・レッド・スキンズの RBE、スティーブン・デイビス、カージナルス、ラムズなどでプレーしたリッキー・プロールなどが加入した。またドラフトではリッキー・マニング、ジョーダン・グロスを獲得した。しかし元選手でコーチとなったサム・ミルズが大腸がんであることが判明したり、マーク・フィールズが保持近隣パッシュにかかっていることがわかるなどチームを不幸が襲った。開幕戦の3から17と、 リードされた第3級からロドニー・ピートに代わって登場したデロームの活躍もありチームは逆転勝利。翌週のスーパーボールチャンピオンのタンパベイバッカニアーズ戦では第9最後に同点となるタッチダウンを上げられたが、ポイントアフタータッチダウンをブロックし、オーバータイムの末勝利した。開幕後連勝を含め11勝5敗でシーズンを終えて7年ぶりにプレーオフ進出した。 ワイルドカードプレイオフで、ダラスカウボーイズを29から10で破った後、ディビジョナルプレイオフでは、ラムズの本拠地、エドワード・ジョーンズドームに乗り込んだ。残り3分で11点リードしていたが、ラムズは、マーシャル・フォークがタッチダウンを上げた後、2ポイントコンバージョンを成功させ、その後オンサイドキックも成功させて、フィールドゴールを決試合いは、オーバータイムに持ち込まれた。 最初のオーバータイムでは、ジョン・ケーシーと、相手キッカーのが共にフィールドゴールを失敗。ダブルオーバータイムに勝負は持ち込まれた。最後は、デロームがスミスへ69ヤードのタッチダウンパスを、成功させ29から23でパンサーズは勝利した。NFC チャンピオンシップゲームでは、ドノバン・マクナブ率いるフィラデルフィア・イーグルス対戦した。イーグルスは3年連続のチャンピオンシップゲーム。 出場であった。イーグルスを14から3で破りパンサーズは、スーパーボール初出場を決めて、ニューイングランドペートリオッツと対戦した。ハーフタイムショーでのジャネット・ジャクソンのハプニングが話題となった第38回スーパーボールだったが、フットボールファンによると、スーパーボール史上名勝負の一つと言われた。第19は共に無得点で終えた。前半終了間際になっても共に無得点であった。 第2級残り5分から試合が動き、ハーフタイム終了時点で、ベートリオッツが14から10でリードした。第3級は共に無得点に終わったがそこから、ヤマ場が待っていた。第4級は、スーパーボール史上最も得点が入り何度も、逆転が見られた。第4球開始早々、q b j クデロームからムーシンムハメドに5ヤードの、タッチダウンパスが通り22から21とリードすると、 今度はペイトリオッツがタッチダウンの後2ポイントコンバージョンを成功させて29から22と逆転した。リッキー・プロールへのタッチダウンパスが通り残り1分08秒で29から29の同点と試合は振り出しに戻った。スーパーボール初のオーバータイムに持ち込まれるかと思われたがここでキッカーのジョン・ケイシーはキックオフをアウト・オブ・バーンズとしてしまう痛恨のミス。 ベイトリオッツに自陣40ヤードからの攻撃権を与えてしまった。最後はこの試合2度の FG を失敗していたアダム。ビナティエリが2年前の第36回スーパーボールの再現となる41ヤードの決勝 FG を成功させて、ベイトリオッツが32から29で優勝した。この年7試合で残り2分以内、オーバータイムに決勝点を挙げたチームは、 カーディアックキャットと呼ばれた。翌2004年には目立った補強はされなかったが、マーク・フィールズが保持金病から復帰した。しかしチームには怪我人が続出、スティーブ・スミスが開幕戦で故障、クリス・ジェンキンスも第2週を前に戦列を離れてしまい、シーズンを棒に振った。14人が故障者リスト入りし、そのうちランニングバックが4人も含まれた。 最初の8試合で1勝7敗となってしまい、ファンは2001年の悪夢を思い出した。しかし、ここで、フルバックのニック・ゴーイングスが5試合で100ヤード以上、走る活躍を見せるとともに、ルーキー WR のキリー・コルバーと、ディフェンスの頑張りで、残り8試合のうち、6勝を挙げて7勝9敗で、シーズンを終えた。2005年もコート外での騒動に見舞われた。3月には3選手が、 ステロイド剤を使用していると、レポートが出され、4月には、ガンと闘病していたサム・ミルズが他界した。またマーク・フィールズの保持ン病も再発してしまった。開幕戦を、ハリケーン・カトリーナの被害を受けた、ニューオーリンズ・セインツ戦やロードのマイアミ・ドルフィンズ戦を、接戦で、お年が、ペイトリオッツに27から17と、スーパーボールのお返しをし、第7週のバイキングス戦では、 スティーブ・スミスが11回のキャッチで201ヤードを獲得。デロームも29本中21本のパスを成功させ34ヤードを稼ぐ活躍を見せるなど、チームはシーズン途中で6連勝をマークしたが、リーグナンバー1ディフェンスを誇るシカゴ・ベアーズにわずか3得点に抑えられて連勝はストップした。最終節ではこれまで一度も勝利したことのない。 ファルコンズのジョージアドームで44-11とチーム創設以来の大差での勝利をものにし第5シードでプレイオフに進出したワイルドカードプレイオフでは敵地ジャイアンツスタジアムでニューヨークジャイアンツを無得点に抑えディビジョナルプレイオフでは続いてソルジャーフィールドでレギュラーシーズ苦しめられたベアーズのディフェンスをスティーブ・スミスの活躍などで29から21で破りリベンジを果たした しかし勝利の代償は大きく、ホスター、ペパーズを負傷で欠くこととなり、NFC チャンピオンシップゲームでは、シアトルシーホークスに敗れシーズンを終えた。2006年には、キー・ショー・オン・ジョンソンをオフに獲得した。本拠地、バンク・オブ、アメリカ・スタジアムのチケットも15分で売り切れるほど、期待が高かったが、スティーブ・スミスやデロームの故障の戦線離脱も途中あり、 8勝8敗でシーズンを終えプレイオフを逃した。シーズン終了後、ジョンソンは引退し、オフェンスコーディネーターのダン・ヘニングは解任された。2007年でロームが第3週に肘を痛めトミー・ジョン手術を受けるため、序盤で戦列を離れた。代わりに起用されたデビッドカーも背中を痛め、44歳のビニー、テスタバーィ、新人のマット・ムーアが残り試合で先発 q b を、 務め7勝9敗でシーズンを終えた。2008年、ランオフェンスの改善されたチームはホームで8戦、全勝12勝4敗で南部地区優勝を果たして、プレーオフでは NFC で第2シードを獲得したが翌年1月10日に行われたディビジョナルプレーオフでアリゾナカージナルス23から33で破れシーズンを終えた。2009年、オフシーズンに ペッパーズが対談を希望するなどチームとトラブルになった。開幕からチームは3連敗した。デロームは故障者リスト入りするまでに18、インターセプトを喫し、最後の5試合で、マット・ムーアが4勝1敗の成績を上げ8勝8敗でシーズンを終えた。この年、ディアンジェロ・ウィリアムズ、ジョナサン・スチュワートがそれぞれ1100ヤード以上を上げた。またラインバッカーのジョン・ビー,ーソンは、 自身の持つ記録を破る169タックルを挙げた。また、ゼロームの18インターセプトにもかかわらず、ターンオーバーレシオはプラス6デッタ。2010年、オフシーズンにデローム、ペパーズが対談した。フォックスヘッドコーチ最後のシーズンとなったこの年、チームは故障者リスト入りした選手が、チーム史上最悪の14人となるなど負傷に増され、2001年以来に止めと、 なる2勝14敗に終わった。成績が NFL ワーストだったことにより翌年のドラフト全体1位指名権を獲得。ハイズマン賞受賞選手、QB キャム・ニュートンを迎え入れた。2011年、この年から加入したニュートンは、開幕から先発 QB に指名された。チームはこの年6勝10敗の成績だったが、ニュートンはパスで4000ヤード超え、 ランで 14TD を記録。プロボール、最優秀攻撃新人選手に選ばれた。シーズン終了後の1月29日、チームロゴの変更を発表した。2012年は、優勝候補とも言われたが、開幕1勝6敗とつまずき、ニュートンのリーダーとしての資質を疑う声も出た。終盤は4連勝を記録したが、最終成績は7勝9敗だった。この年、 LB ルーク・キークリーが最優秀守備新人選手に選出。2年連続で新人賞受賞者を輩出した。2013年は序盤こそ1勝3敗だったが、その時点から球団記録となる8連勝を記録し、第16節で地区ライバルであるニューオーリンズ・セインツを撃破して、プレーオフ出場を決め、最終戦でアトランタ・ファルコンズを下し、12勝4敗で5年ぶりの 地区優勝を果たしたしプレーオフは初戦でサンフランシスコ 49ers に敗退。2014年はシーズン終盤まで3勝8敗1引き分けと大きく負け越していたがその後4連勝し7勝8敗1引き分けという負け越しの成績ながら NFC 南地区に連覇を果たした。ワイルドカードプレーオフでは アリゾナカージナルスを27-16で破ったが、ディビジョナルプレイオフで、シアトルシーホークスに17-31で破れた。2015年は、開幕から14連勝するなど、15勝1敗の好成績を残し、3年連続で NFC 南地区を制するとともに、NFC 第一シードを獲得した。そして、ディビジョナルプレイオフで、 シアトルシーホークスを三十一から二十四で破ると、続く NFC チャンピオンシップゲームでもアリゾナカージナルスに四十九十五と圧勝し、二千三年シーズン以来十二年ぶりのスーパーボール進出を果たした。第五十回スーパーボールではリーバイススタジアムにてデンバーブロンコスと対戦したが、シーズン中に見せた攻撃力をこの試合では発揮することができず十から二十四で敗れ、 初のスーパーボール制覇はならなかった。2016年は開幕戦で、スーパーボールの再戦となる、デンバーブロンコスと対戦したが20から21で、敗れると、前年とは一転して不調に陥り、ニュートンやキークリーラ主力の故障も、相次ぎ、6勝10敗の地区再会に終わった。GM は解雇され、マーティ・ハーニーが暫定 GM となった。2017年は、 地区2位で南地区からプレイオフに進出した3チームの一つとなったが、プレイオフでは初戦でニューオーリンズセインツに敗れた。2018年1月、リチャードソンのセクハラ疑惑に伴い、チームの売却が正式に発表された。同年2月、マーティ・ハーニーが正式な GM となった。同年5月、ヘッジファンドマネージャーのデビッド・テッパーへのチーム売却が、 オーナー会議で承認された。アトランタ・ファルコンズとは、チーム創設以来の同地クライバルである。当初、NFC 西地区に所属した両チームの初対戦では、オーバータイムの末、23から20で、ファルコンズが勝利した。1998年から2002年までに、行われた10試合中9試合はファルコンズが勝利、下が2003年売れ以降7勝7敗の5分と、 なっている。通算成績ではファルコンズが18勝12敗とリードしている。1995年に初対戦したが2003年に同地区になるまで特別なライバル関係はなかった。ブレントソン・バックナーがクリス・ジェンキンスが NFL のベストディフェンシブタックルだと発言したことでレンアップを激怒させた。その時以来両チームの間では トラッシュトークや激しいプレーがしばしば行われている。2006年の対戦では、クリス・シムズが激しいヒットを受けて、秘蔵を失った。2009年には、パントリターナーのクリフトン・スミスがボールを補給する前に、ヒットしたダンテ・ウェズリーが退場となった。パンサーズが10勝7敗とリードしている。ニューオーリンズ・セインツとは、チーム創設以来の同地クライバルである。 パンサーズが17勝15敗とリードしている。元パンサーズの先発 QB のジェイク・デロームは2003年にパンサーズにか入る前、セインツの控え QB であった。同地区に所属していないが、ダラス・カウボーイズもパンサーズのライバルである。1996年、2003年のプレーオフで、パンサーズは共に勝利した。カウボーイズが8勝3敗とリードしており、 レギュラーシーズンに限ると8勝1敗と圧倒している。パンサーズは1995年から2001年まで NFC 西地区に所属した。NFC 西地区に所属していた時代にはライバルであったが2002年以降、その関係は薄れている。2003年のディビジョナルレイオフではダブルオーバータイムの末、パンサーズが勝利した。パンサーズが11勝7敗とリードしている。 NFC 西地区に所属した間ライバルであった。フォーテナイナーズヘッドコーチであったジョージ・シーファートは1999年から2001年までパンサーズのヘッドコーチを務めた。2002年にパンサーズが NFC 南地区に移った後、両チームの対戦は少なくなった。パンサーズが9勝7敗とリードしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。